はい、今回もポケモン対戦やっていきたいと思います。今回は、こちらのパーティーを使っていきたいと思います。で、アマージョが上から2番目にいるんですけども、こちらをねちょっと活躍させたいなと思っております。ただ現環境、結構アマージョ連れていくと積んでしまうポケモンが多くてですね、特にまあヒートロトムとかが厳しいんですけど、特にあとトゲキスですね、もう今回はいないですが、どうしましょうかね。ちょっといないんでバンギラスかな。とりあえず、ドラパルトでアマージョ連れていった、犬で連れて行って、あっとどうしましょうかね。ギャラドス、まあ、辛い。ノーとかは連れてくのかな。何気にギルガルドとかすごく苦手なんですよね。どうしましょう。でいいかな。はい、ちなみにこのドラパルトはですね、流舞してバトンタッチしていく方なんですけども、結構耐久に振ってるんですけども、あんまり硬くないんですよね。はい、お名前見てなかったんですけども、ポンドさんですね。よろしくお願いします。初手なんですかね。バンギラスだと思うんですけど、バンギラス入ってる場合、大体バンギラスが初手でやってくる。あ、ノーは、おそらくあくびとかしてくると思うんですが、ゆうまいにしましょう。あ、毒毒か。毒。まあ。毒毒だったらもう一回釣りますかね。アモンとかしてこないかな。あ、地震か。僕のダメージがだんだん増えていくけど、もう一発ぐらい耐えるかな。充満していきましょう。で、死んですよね。で、毒のダメージで、おそらく相手、ここで守るとかしてくるか、もしくは、交換読みで首とか打ってくるのかな。あ、首持ってんのかな。ここでオマージュですね。どこどこ打ってくるかな。あ、自己再生か。おそらくここ相手変えてくるんじゃないかな。変えてくるとしたら何に変えてくるかなんですけども、何に交換してきて、とりあえずトロッタルキック決めますか。刺さらない相手はないので、今一つの相手はいますけども、
必ず帰ってくると思うんですが、帰ってこない。何が書く？キャラドス。キャラドスか、威嚇風かな？威嚇待ち？あ、地震過剰型ですね。おそらくです。おそらくというイラストも、ダイマックスで、ダイジェットを決めてくると思いますので、ここは、ダイマックスで大草原を決めましょう。一撃は耐えると思うんですよね。ダイマックスしてますよね。うん、してきますよね。本作思うんですけども、あのダイマックスのダイジェットの素早さ上がるの強すぎますよね。先手はこちらが取れるはずなので、いくら入るかな。あ、一発で持っていった。すごい。これはもう勝ったでしょう、おそらく。さあ攻撃、何段階だ。3段階上昇の命の玉持ちで、HA 特化ですね。攻撃と HP に努力値をマックスしておきます。ロトム。ロトムは、どうしましょうかね。素早さ下げますか、一応。久しぶりかな。あ、王さんですね。はい。大変ありがとうございました。